はい、では、まあ、やっぱりちょっと緊張はしているんですけど、まずは自己紹介をさせていただきたいと思います。じゃーん、じゃーん、花田芽衣、18歳、神奈川県出身、逆か、神奈川県出身、18歳、花田芽衣です。よろしくお願いします。わあすごい、あ、え、なんかすごいお魚さばけますということで、あのお魚は結構得意なんですけれど、まあ、ちょっとまた後でお詳しくお話ししましょうか。で、私の好きな食べ物は明太子ですはい、で私は結構あの常に笑っていることが多いので、それが結構アピールポイントになりますよろしくお願いします。あのこの漢字もちょっと名前に花が書いて入ってるので、花をイメージしました。でピンク色がなくてちょっとオレンジと赤になっちゃったんですけど、桜をイメージしました。はい、これからも、はい、ぜひよろしくお願いします。好きです、ありがとうございます自己紹介こちらになります。はじめまして、なあ、皆さんこんばんは三枚おろしそうです、三枚おろしできます。そうですね、メイのメっていう字むず、あの珍しいですね、結構。そう、これでメイって言うんですよ。母が漢字を考えてくれて、父が、名前を考えてくれたんですけど、由来はあのトトロのメイちゃんから来ています。でこの藍色の藍に衣なのは母が好きな詩で、あの青よりも青より青詩っていう、母が自分よりもなんか優れる人になってほしいっていう思いを込めて、この漢字を幼い頃から何回も練習して、これの字だけは上手に書けます。そうですね、実はお披露目までにいろいろあって、そうですね、なんというかステージに立つっていうことがそもそもあのなんていうの、初めてなので、やっぱりもう本番前のリハーサルではすごく緊張して、もうすぐにでも倒れそうな感じでやってました。うーん、ギンガムチェック結構難しくて、振りもオーディションでも結構苦戦しました。そう、トマト苦手なんです、トマト苦手なんですよ。そうですね、ではコメントもたくさん読みたいので、あの質問タイムをしていきたいと思います。イエイ、はい、いろいろ送ってくださると嬉しいです。読みます。そう、明太子好きなんですよ。トマトはフルーツね、そうですよね、やっぱり、うんうん、トマトはトマトもさばけます。お料理得意なのでできますよ。うん、憧れている先輩方、はい、もうたくさんいらっしゃってて、
そうですね。その中でも小栗結衣さんが好きです。はい、なんて言うんでしょう、表情がとても、表情管理がすごくお上手で、アイドルなんかじゃなかったらのミュージックビデオを見させていただいたんですけど、そこでなんていうか表現の仕方にすごく刺さって、私もこういう表情してみたいなっていうのが多くて、憧れの方です。小栗さんを見習って、自分でも表情をすごく意識するようになったり、それでウインクとかもしたりして、本当に尊敬します。あ、そう、お披露目の当日にお声をかけてくださって、本当に優しかったです。私泣いてしまったんですけど、でもなんか大丈夫だよって言ってくださったので、本当にほぐれました。まあすごい。歌とダンスはどっちが好き？ダンスが好きです。でも私歌うのも大好きです。私お風呂で近所迷惑にならない程度に結構歌ったりしてます。会いたい、私も会いたいです。早くお話ししたいです。一番の得意料理、グラタンです。グラタン、肉じゃが、ミートボールとかですかね。秋山優奈ちゃんと話した、はい、秋山さんとお話ししました。それもお披露目の当日に当日に私からお声かけさせていただいて、緊張してて、秋山さんはどんな風にしていますかって聞いたんですよ。そしたら本当に本当に優しくて、本当に本当に救われました。もうなんかどう言葉をお話出していいかわからないんですけど、本当に優しくて、私も本当にこんな先輩になりたいなって思いました。はい、仲良くしようねとも言ってくださったので、いつかしっかりお話しできるのがとても楽しみです。ジューケーキポーズ、お、さっき練習したんですよ。こっちで合ってるかな。これです、19期。どっちだろう、逆好きな色はピンク、水色、黄色、白です。なぜ AKB 受けたの？幼い頃から AKB48 のミュージックビデオとたくさん見てて、でアイドルになるなら絶対 AKB と決めてて、で、なんて言うんでしょう、アイドルなんかじゃなかったらの小栗さんを見て、同じ AKB48 に入りたいって思って、心待ちに、オーディションを心待ちにしてたら始まって、受けるってもうすぐ決めました。でも募集された瞬間
あの不安で泣きました涙もろいんですよ。グラタン、お、グラタン、そうです、ホワイトソースから作ります。料理できますよ。今ハマっているもの、ハマっているものは、あのずっとなんですけど、空の写真を撮るのがハマってます。最近はホラー映画を見るのにハマってますそうなんですよ、秋山さんも本当に優しくて。では最後にスクショタイムをして終わりたいと思います。はいタコさん、はい、ウィンク綺麗、ありがとうございます、嬉しいです、いいホップや、はい、あとはお魚さんちょっとお魚さんは分からなかったんですけど、ちょっとこんな感じあら可愛い、ありがとうございます。はい、ではそろそろ終わりたいと思います。皆さん今日はたくさんコメント、たくさんアイテムしていただきありがとうございます。またお会いしましょう。またね、はい、ありがとうございました。